マイケル・フランシス・ウェルチは、アメリカ合衆国ニューヨークシブルックリン出身のプロ野球選手、右投げ右打ち。ニックネームは、スマイリング・ミッキー。1880年代にニューヨーク・ジャイアンツで活躍し、史上3人目となるメジャーリーグ通算300勝を達成した。1880年に、 トロイ・トロージャンズでメジャーデビュー。83試合中65試合に登板し、34勝30敗の成績を記録する。この年の8月6日のクリーブランド・ブルース戦では、相手を1安打に抑えるピッチングを見せた。その後にシーズンはやや成績が低迷したが、ティム・キーフと共に先発投手として、チームを支えた。百八十二年、トロージャンズの解散に伴い、 ニューヨークジャイアンツに移籍。同年にアンダースロー以外の方法による投球が解禁されると、この恩恵を受ける形で多くの勝ち星を挙げた。1884年は39勝21敗で、脱三振は345を記録する。1884年の8月28日の対、フィラデルフィア戦では、1回から3回まで9者連続。 三振という記録を打ち立てた。この記録は1970年にトム・シーバーが10社連続三振を記録するまで、その後80年以上もメジャーリーグ記録として残ることになった。1885年にはさらに成績が上昇し、44勝11敗、防御率1.66を記録。2年連続でチーム勝利数の半分以上の勝ち星を上げた。この年のジャイアンツは、 ウェルチとティム・キーフの二人で合計76の勝利を記録した。1889年9月10日の試合で、試合中の負傷により、打席に立てなくなった、ハンク・オーデーの代打としてウェルチが、打席に立った。これが、メジャーリーグ史上最初の代打の記録となる。当時のルールは、選手が試合中に負傷するなど、打席に立てなくなった場合にのみ代打が認められていて、 ウェルチはこのルールの適用第一号となったのである。翌1890年の7月28日、ピッツバーグ戦で通算300勝を達成、その後1892年に現役を引退した。引退後は、リゾートホテルの経営などを行っていた。1940年、ニューハンプシャー州にて成居。1973年ベテランズ委員会により、 アメリカ野球殿堂入り選手に選出された。以下、歴代順位はいずれも2016年度シーズン終了時の順位である。ありがとうございます。